アメリカを国賓訪問しているユン・ソンヨル大統領はハリス副大統領の案内でワシントン郊外にある NASA= アメリカ航空宇宙局のゴダード宇宙飛行センターを訪れ韓米の宇宙協力は宇宙同盟へとさらに飛躍するだろうと述べました。ユン大統領は、韓米同盟70周年の中心に 宇宙同盟が据えられることを期待すると強調しましたユン大統領は韓国版 NASA となるカサ宇宙航空庁の設立を進めていることを紹介し両機関の共同研究開発や活発な人的交流情報交換を呼びかけましたハリス副大統領は 我々はアメリカと韓国の同盟の新たなフロンティアである宇宙での協力を強化するという約束を新たにすると表明しましたこれに合わせて韓国の大統領室は韓国がアメリカ主導の有人月探査アルテミス計画に本格的に参加すると発表しました。韓国はアメリカが主導する 月や火星などの宇宙探査や宇宙利用に関する基本原則を定めた国際的な合意、アルテミス合意に2021年に署名しています。